どうも、こちらはめみやです。今日はですね、一人用モードのマラソンを見ていこうと思います。まあ、たまにはね、こういうプレイもいいんじゃないかなと思いまして、じゃあちょっと見ていきましょうか。まあ、非常に美しいプレイがあるので。まあ、それはね、どういうものかと言いますと。まあ、出た時にちょっと解説していきます。まあ、これはまず普通に、DT4 ですね、いつも通りと。まあ、DT4 から、あ、こっからですね。はい、この積み方です。これがまあ通称ハンバーグ積みと言います。このね、シングル打ってもう一回シングル打つっていうこのね、もう半永久的な技。これね、この色合いがいいんですよ。この紫と赤のこの挟まってる感じ、これがね非常に良くてね、もう美しいですよね。まあ、美しさも備えてて、なおかつ強いと。通称ハンバーグ済みです。いやー、こんなね、美しい積み方はそうそうないんで、これ貴重ですよ、これ。まあ、皆さんにもぜひやってほしいということでね。あ、しかもこれ DT4 ってね、まあ、DT4 にも派生できると。しっかり下穴も開いて、まあ、ドネイトで綺麗に。できるというね、強さも兼ね揃いながら、なおかつ美しさもあると、芸術点もあると、素晴らしいですよね。これシングルと、まあ、こういうね技もあるわけと。シングルってー、本当にこの色合いがいいですよね。絶妙。シングルライザーアタック。綺麗ですよね、やっぱりこの紫と赤のカモフラージュが。でもこうやって DT4 にもできるしね、ちゃんと下穴も開くし。強さと美しさですよ。本当に強い。で、ここからまた始まりますね。もうどんどん。あ、これちょっときつそうなんで、一回 TSD で、まあ、しっかり火力を送ってから、また始まりますね。次の攻撃をすぐに確保できるっていう面でも強いし、他のテンプレにも派生できるっていう面でも強い。さらに なんといっても芸術点が高い。あ、これに限りますね。まあ、こういう積み方もあるよというわけで。あ、ね、興味がある人はね、ぜひやってみてはいかがでしょうか、これ。綺麗に組めるようになると爽快感がすごいので。もうどんどんできますからね。マラソン150ラインなんですけど、まあ、その時間にほぼミスなくできれば、まあ、かなりこの積み方を極めていると言えると思います。シングルと。これはちょっと落下速度が、スピードが速くて、間に合いませんでしたけど。まあ、しっかり、ここからまた、再開ですね。まあ、もう143ラインなんで、あと少しなんで。まあ、普通にテトリスで終わりかな。まあ、というわけで、こんな感じでね、まあ、こういうね、美しい積み方もあると。なおかつ強くて、まあ芸術点が高いとね。まあ皆さんぜひこれやってみてはいかがでしょうか。すごい楽しいんで。あ、ちょっと一人用モードね。このハンバーグ済みというね。まあ俺がちょっと名付けたんですけど。まあこういう積み方もあると。まあ、楽しいんでね。まあこんな感じで。もしよろしければ、まあチャンネル登録の方と評価の方もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。